どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、次世代の青眼デッキ、ブルーアイズデッキをねご紹介していきたいと思います。使い手、不動雄星さんまさかの、次世代のブルーアイズ使いは不動雄星さんということでね、あの一時期はね、あの イシュタールさんっていうあのババアが使ってましたけども、今回はこのカニ頭さんが使うことに、なりました。このブルーアイズデッキ、革命が起きます、おそらく。ちょっと思いついて使ってるだけで、なんかまだそんなに環境デッキとめっちゃやってるわけじゃないんで、あれなんですけど、動き方マジ宇宙なんですよ。何がキーポイントかっていうと、このね、救世の導きっていうこのスキルね、この新スキル、手札のチューナー1枚をデッキに戻し、デッキから救世竜セイバードラゴン、これね、これを出すというスキルなんですけども、この救世竜セイバードラゴンはそのセイバーと名の付いたモンスターのシンクロ召喚にしか使用できないよって書いてあるんだけども、シンクロ素材にする場合、別にシンクロ素材じゃなければ何にでも使えるんですよ。だからあのモンスターとしてのコストにできるんですよね、単純に。で、手札のチューナーをあのセイバードラゴン、に変えるみたいなもんなんで、で特殊召喚みたいなもんなんで、召喚権使わないで、レベル1のモンスターがまあ場に出せると。これね、めちゃくちゃ相性がいいんですよ。今日はね、救世竜はね、何もね、スターダストを救うんじゃなくて、セイガーを救っていくっていう、スキルを、ね、ゴリゴリに悪用していくっていうデッキになってまして、これ何が強いかっていうと、これレベル1なんで、疑似ワン・フォー・ワンみたいな感じで、その、ワンチャンが使えるんですよ。ワンチャンって自分のフィールドにレベル1のモンスターがいると、デッキからレベル1のモンスター1体を手札に加えるっていう、まあ単一制限がついていないカードなんですよね。だから何回でも使える。だから例えば急戦力出して、スキルでワンチャンワンチャンってやれば、もう剣士剣士とか持ってこれるし、剣士祭司とか持ってこれるし、めちゃくちゃ相性いいんですよ。でこのセイバードラゴンをその剣士の効果でこいつ手札から捨てるとブルーアイズにできるんで、フィールドの効果モンスターをだからこいつブルーアイズに変えることもできるし、そのワンチャンで持ってきた剣士召喚して、もう一枚祭司持ってきておいて、後続のね、で回収ターンで祭司召喚して、墓地の剣士を回収しながら、祭司とブルーアイズでシンクロ召喚してスピリット出して、で墓地の祭司の効果でまたスキルで救世竜出してでその救世竜を墓地のブルーアイズに変身させるってこともできるんですよ。だからもう実質このレベル1のセイバードラゴンがこれブルーアイズに変わります。今日はめちゃくちゃこれね、すげえ相性がいいんだよね。やっぱね、ブルーアイズデッキって効果モンスターを場に用意できた時に結構すごい展開ができるんで、めちゃめちゃ相性いいんですよこのスキル全然救世しない。そのスターダストは一切救世せず、ブルーアイズを救世していくっていう、そういうデッキになってます。で手札を捨てるっていうギミックがもうないので、完全にいらないので、だからもう太鼓使わないんだよね、ほとんど。太鼓ないっていうブルーアイズデッキ意味わかんないじゃん。でもね、太鼓これ回してみたらわかるけど使わないんだよ、太鼓全然、太鼓全然使わなくて、だからもうなんなら乙女の方がいいなと思って乙女にしましたね。初動になるし、一応立てとけば。だから手札捨てるギミックを入れるんだったらワンチャンその太鼓も入れてもいいと思うけど、これまあ狡猾の方が強いと思ってるから俺、とりあえずは脳死で入れる場合、こういうデッキの場合ね。だから別に太鼓なくてもいける、多分ワンチャンこういうモンスターがそのちゃんと持ってる人だったら結構課金量を抑えられて組めんじゃねえかっていう、このデッキっていう革命も。だから無課金を救うっていうことですよ、今回は。救世の導きで無課金を救いたい。それでは無課金ではこれで無理だけど、デュエルスタンバイ。救世聖眼、なんかめちゃくちゃ宇宙なんだけど、めっちゃ宇宙感じるんだけど、このデッキ強そう。なんかめっちゃ使ってるけど、これ今結構強いと思うんだけど、これまた出ました、ブルーアイズデッキが海馬デッキだと誰が言った。デュエルリンクスはな、ブルーアイズはな、海馬で使わねえ方が強えんだよ。ブルーアイズデッキってのはな、不動優勢デッキだ。どうやら理解したようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ
ちょ、やめようぜ。もうさ、スキル悪用すんのやめよう。本当に、よくない。スキル悪用すんのよくない。ドロー。光りません。オッケー。で、スキル発動、救世の導き発動。まず、セイバードラゴンを、デッキに戻してから、同じやつ出していく。なるほど。で、ワンチャン発動。ワンチャンの方が、まあ、光るか。わかんねえな。狡猾、巡る、エネコン。インパクトは無理だから、まあ、何でもありますね。何でもある。で、こうして、で、今からちょっと宇宙を見せるから。今から俺は皆さんに宇宙を見せる。まずは、青き目の剣士の効果を発動。救世竜、セーバードラゴンはコスト。で、何をお前は救世してんだ。お前は一体何を救世してきたんだ。でバックを除去してから安全に着地したい。あー、めぐるオッケー。めぐるオッケー。いいでしょう。打点先のマック、そっちはシンクロスターにするんで別に関係ない。それは全く関係ない。で、召喚者と2000ライフが、ぶち込まれてしまうんで、青き目の剣士召喚、青き目の剣士の効果を発動。召喚に成功した場合、デッキより光属性レベル1の中南モンスターを1体手札に加える。そして青き目の祭祀を手札に加えていく。そしてまあ急シンクロですね。急進行しましょう。これが強いですよね。一回そのバック踏みに行ってから進行していけるっていう、これ強くない？これこれ冷静にちょっと考えてみてよ、みんな。これ強いと思うんだ俺、まあ、だから白き霊竜をデッキ2枚ぶち込んでるんですよね。で、殴りに行って変身される。変身されるのは仕方ない。とりあえずバトルしましょうか。で、まあ、何が出てくるか知らないけど、まあ、とりあえずなんか雨んぽか、豪華いるから、あれか、デストロイ侍か、あ、デストロイ侍の方、デストロイ侍の方、オッケー。それは墓地効果じゃないから止められない。オッケー。シンクロ召喚、オッケー。デストロイ侍はオッケー。了解。で、攻撃はストップ。で、これで俺はターンを終了する感じでいいかな。で、めぐるで戻ってきて、オッケー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 。まあまあまあ、そんぐらいは全然いいですよ。全然よろしい。構いません。で、墓地効果は止めれるんで、ね、スピリットドラゴンは。それがめっちゃ強いんですけども。マオトラップ1枚セット。ほう。スモーカー効果。自身割っていく。オッケー。で、チューナー出していく。レベル2かな？レベル2チューナーかな？レベル3でもいいんだけど、レベル2チューナーか。グリガンは多分このターンには出ないから、多分大丈夫だと思うんでね。まあ、グリガンされても別に変身すればいいんだけど、バトルフェーズ入った瞬間に、銀竜だっていって、で、これで銀竜は突破されないと思う。さすがに。オッケー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 。いいよいいよいいよ。いい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 。で、双眼の銀竜の効果を発動。ジオンスタンバイフェーズ。墓地の通常モンスター一体を特殊召喚。現れよ。白き霊竜。白き霊竜の効果を発動。フィールドの魔王トラップカードを1枚選択し除外する。さあ、そのカードなんだ。めぐるいいだろ、めぐるか。どんだけめぐるこいつ。ハンド強えな。で、それはスワインすればいいから全然よくて。青き目の祭祀召喚して祭祀効果、墓地のチューナーレベル1のチューナーを回収する。はい、これ強いんだよね。これめっちゃ強いんだよね。で、急シンクロだな。レベル8白木霊竜にレベル1青き目の祭祀をチューニング。大地を揺るがす灼熱の号砲、強大なる敵を撃ち破滅をもたらす砲弾と風、シンクロ召喚降臨せよ。ドラッグオンバーミリオン、ドラッグオンバーミリオンの効果を発動。墓地のチューナーモンスター1体を除外し、フィールドのカードを1枚選択し破壊する。さあ変身しろ。さあ変身するんだな一人。さあ一人の効果、墓地のモンスターを特殊召喚し、そのモンスターとシンクロ召喚を行い、おそらくここはアメンボ来る。アメンボ赤いな、あいうよ。さあアメトリックスで特殊召喚したモンスターは守備表示になる。それは読んでいた、そこまでは読んでいた。そしてちょっと待ってくれ、考えるから。白き目の祭祀だな。スピリット蘇生だ。青き目の祭祀の効果を発動。デッキに戻してフィールドの効果モンスター一体を墓地の送り、墓地よりブルーアイズスピリットドラゴンを特殊召喚、攻撃表示に変更。そしてじゃスキル発動、救世の導き。さあ我を救いたまえ、我を救いたまえ。青き目の剣士の効果を発動、フィードの効果モンスターを墓地送り、デッキより現れよブルーアイズ
ホワイトドラゴン。ちょっと強くない？このデッキめっちゃ強いよ。やばくない？これそんな効果は無効じゃバカ誰か。黙ってろ、黙れ、俺の前から消え失せろ。おらおらおらえ、ちょっと待って、このデッキ強くない？おい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 、強いぞこのデッキ。そしたらクリストロン多いな。やっぱもう使い納めだからかな、使い納めだからっていう話あるよね。救世の導きの方か。お前もどっか行ってろ、お前は。お前はデッキで売ってればいいんだ。で、救世、さあ救い、我を救いたまえ。不動優勢は、不動優勢は言っていた。セイバードラゴンはコスト。セイバードラゴンはコスト。そして、青決めの祭祀を召喚。青決めの祭祀の効果を発動。青決めの剣士を、米津剣士を手札に加えて、そして、レベル8、白木霊竜にレベル1、青決めの祭祀をチューニング。聖なる死後、身にまとうし白木竜よ、その青きまなこに移る敵を召し、新たなる脈動をかきたてよ。神宮召喚降臨せよ、ブルーアイススピリットドラゴン。ターンを終了するぜ。さあヨハン・アンデルセンよ、墓地効果は止めるぜ。さあ何もない、大きいだろう、何かしらのなんかそっちエネコンとかそっち系はね、大丈夫だ。さあスクラップいいだろう、悪くないだろう、悪くないだろう。フォレの名前は松陰寺太夫だ。サルファフナーの効果、黙ってろ貴様は、黙っていろ。サルファフナーを通すわけにはいかない。このモンスター墓地で発動する効果を一回無効にできるぜ。よーし、さあ黙れ。サルファフナーが相撲が、まあ、それは止められない、それを止めることはできない、それを止めることはできない。クリストのインパクトいいだろう、クリスト悪くないだろう。さあクリストのインパクトセットしろ。あれは除外からな、あのクリストのを創生できるっていうカードやからな。そしてブルーアイズスピリットドラゴンの効果発動、双眼の原理を特殊召喚し、そして双眼の原理の効果がスタンバイフェーズに発動。いいぜ、スタンバイフェーズ双眼の原理の効果、白木霊竜を墓地より特殊召喚。クリストロンインパクトいいだろう、クリストロンインパクトで除外されているクリストロンモンスターを特殊召喚いいだろう。さあ白木霊竜が特殊召喚された場合の効果を発動するぜ。大丈夫だ、チェーン1で発動しているから大丈夫。そして白木霊竜の効果を発動、フィールドのセットカードを1枚選択し除外するぜ。オーズミックサイクロンいいだろう、悪くないだろう。守備力ゼロだったけどそれはしょうがない。いろいろできるが、太鼓スキル発動やん、これスキル発動して、スキル発動だ、スキル発動して、で太鼓戻して、これ太鼓いらんな、デッキこれ太鼓いらねえわ、太鼓使わねえこのデッキに。で墓地の青決めの祭祀の効果発動、青決めの祭祀の効果を発動、デッキに戻して効果モンスターを墓地に送って、墓地よりブルーアイズスピリットドラゴンを特殊召喚、攻撃表示に変更するぜ。使う必要性はないぜ、バトルフェーズ行くぜ。よし、食らえホワイトバーストストリーム、そして白木レリーの効果を発動。まだ俺は3回の攻撃を残している、ブルーアイズ4連打。このデッキめっちゃ楽しい。おい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 、このデッキ結構強いんじゃねえのこれ、なんか強そうやぞ、なんか使ってる感じ。展開力すごい、中長引きはちょっと意味わかんないけどね、こんな感じで、まあ、ちょワンチャンに単一制限ないんで、まあ、ワンチャン何回も使えるんで結構強いんですけどね。ダウン、やばそうな匂いしてきた、やばそうな匂いしてきた。お前さ、お前さ、ちょ、リミット1になったんだろ。
お前もシャッシャ出てくんなよもう。高活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 マジでマジデッキトップマジで高活ちょマジ頼む頼む頼むほんまに何これキモすぎるキモすぎるキモすぎたキモ何かおもろいねこのゲームこのゲーム何がおもろいねすげえだろこれこれ許されていいのこんなことが許されていいのこれもうほんとこれ犯罪だろこれ完全にどんだけ強いどんだけマジで壁でやっててほんまにこのゲームさ神ゲーだな